断章武器持たぬ戦い。諸君、いよいよナジアル海戦が始まる。用意はできているか。はい、各自準備を整えているところです。ナジアル海戦は大規模な戦闘になることが予想される。しっかり休息をとっておくように。そういや、ファウゼンにいたダルクス人は無事に脱出できたのか。ああ、みんなにはランドグリーズに避難するよう言っておいたぜ。ダルクス人といえば、帝国軍は再びダルクス狩りを始めたようだ。ダルクス狩り。失っちまった労働力を補うためにダルクス狩りを再開するってわけか。ダルクス狩りを専門に行っている部隊が国境付近の村に進軍中との情報が入った。今回の作戦は他の隊に任せようと思う。諸君らは連戦続きだからな。では各自ゆっくりと体を休めるように。以上、解散。バーロと大尉、アタイラに行かせてくれよ。え、頼む。ロージ。バーロと大尉、僕からもお願いします。わかった。それではこの作戦は諸君らに任せよう。村にはダルクス人が多く住み、たびたびダルクス狩りの被害に遭っている。第七小隊には村の警護と村民の保護、そしてダルクス狩り部隊の撃退を命ずる。はっ、準備が整い次第出発します。では作戦内容を伝える。それでは作戦を開始する。諸君らの健闘を祈っています。以上。ダルクス陣狩りを全力で阻止するんだ。第七小隊、出撃する。ずいぶんと身を隠す場所が多いじゃないか。ああ、特に岩場のあたりは出会い頭に打ち合いになることが多そうだ。出会い頭が望むところさ。あたいは突撃兵だからね。よし、それでは作戦開始。敵を一人残らず撃退するぞ。敵発見。援護を任せて。
まだ。味方がやられた。お前ら気をつけろ。ダルクスの野郎どもなんかこの世からいなくなった方がいいんだ。邪魔するならてめえらも遠慮なく地獄に送ってやれ。まだまだ。なぜダルクス人のために戦う？支配する民族がいて、服従する民族がいる。そうやって世界は成り立っているんだ。了解しました。
行動に移れ。急いでください。よし。行動を開始する。よし。なんて腕前だ。急いでください。華麗に踊るよ。発見したよ。敵がどこにいるのか気をつけてください。敵発見。発見したよ。わかったわ、ギュンター君。迷ったらあの木を当たってちょうだい。まだまだ。よくやった。次も頼む。敵発見。なんだこいつら。とてもじゃねえが歯が立たねえ。仕方ねえ、一旦撤退だ。各自の判断でここから離脱しろ。後で例の場所で打ち合おう。ダルクス陣狩りはその後だ。てめえらここで見逃しても
まだダルクス人狩りを続けるつもりだな。みんな、逃亡する敵を追撃だ。一人たりとも逃がすんじゃないよ。まだまだ。終了。敵勢を掃討したぞ。
あんた、村の人間かい？家族。前に来た帝国の奴らに殺されました。そうか。どうしてダルクス人は嫌われるんでしょうか。このままずっと嫌われたままなんでしょうか。あたいの故郷もさ、ダルクス狩りにあったんだよ。え？あたいの村はダルクス人がたくさん住んでたから、帝国に目をつけられたみたいでね。村に火を放たれて、母親と弟が死んじまったんだ。それからずっとダルクス人を憎んでたよ。あいつらさえいなければってね。でもさ、友達のおかげで考えが変わったんだ。あたいにできた初めてのダルクス人の友達だよ。友達？どんな人なんですか？頑固なのがたまに傷だけど、とにかくまっすぐで強い心を持っていたやつだったよ。でもそいつはあたいと一緒に帝国と戦って死んじまったんだ。そうですか。ダルクス人とみんなが仲良く暮らせる世の中を作りたいってそいつはいつも願ってた。あたいはそいつの願いを叶えたいって思ってるんだ。ダルクス人がみんなと仲良く暮らせる方法があるんですか？僕にも教えてください。そんな方法あたいにもわかんないよ。だからあたいなりのやり方でやっていく。あたいはさ、戦争が終わったら歌手になりたいんだ。歌手？ああ、歌には人種なんて関係ない。歌に乗せた気持ちは必ず伝わる。歌を通してあいつの願いを叶えていく。それがあたいなりのやり方さ。あんたも自分のやり方を探してみなよ。僕のやり方？よし、あたいは行くよ。じゃあな。はい、ありがとうございました。イサラ、今日はあんたに報告したいことがあってさ。この前さ、ダルクス狩りを止めに行った時、親を亡くしたっていう坊主に会ったんだ。そいつから手紙が来てね。あたいが歌手になったら絶対に見に行くって書いてあったよ。なかなか見どころのあるやつだろ。それから医者になりたいとも書いてあった。それがあいつのやり方なんだってさ。あたいたち少しずつだけどやってみるよ。見ててくれよな。じゃあな、イサラ、また来るよ。